はい。じゃあ、YouTube を始めるということで、はい。音量が高い。もしか、私の声がバカでかいってこと？いや、元気がいいなと思って。そう、いきなり楽しくなって元気になってきちゃった。はい。というわけでですね、音楽を、BGM を作ろうの回を。これ動画第1本目なんで雑談も込みで作っていければなぁと思ってます。はい。へい。じゃあ今日一緒にやるのは、ランテックスにはですね、実はクリエイティブディレクターという人がいまして、はい、自己紹介 クリエイティブディレクターのファミラスちゃんです。イエーイ。イェーイ。クリエイティブをディレクションしています。何も言ってね以上。え。楽曲を作っていないけれども、全体的な、なんだろう、雰囲気とか、こんな感じの方向で行こうとかに、ああじゃない、こうじゃないと口出しをし、これはどうですかと聞かれたらよしとか、これはああじゃないかと言われたらダメだとか言っている人です。あと、写真？そう。うん。ヨウとかクラのアーシャはこの人が撮ってます。そうですね。カメラマンも兼業してます。まあ、クリエイティブなんで。まあそこはね、ちゃんとクリエイティブしないと。そうですね。そはい。というわけで今う。日ははい。この2絶人で。対面白くないじゃん、それ、今の。え？全然今の面白くなかった。面白くなかったね。うん、本当に滑ったね。じゃあ1回目から滑り倒して、はい。このような調子でそうだいこね。うかと思いいや、ますが、数十年。はい。どんなんにしようかね。ラウンデックスのチャンネルの音楽だよね。配信全般を支える音楽なの。まあ、ボードゲームとか今度しようって言ってるから、今後していこうって言ってるから、その時のなんか BGM になるようなやつが作れたらいいかなって思ってるけど。まあ一方は音楽レベルのわけだから、なんか、あれだよね。いわゆるよく聞く YouTube っぽい感じのやつよりなんか難解にしたいみたいなこと言いたくなっちゃうよね。何回って？うん、なんかすごいかっこよくしようみたいな。おしゃれなのがいいとかかっこよくしたいとかすごい思っちゃうんだけどね。なんかでも YouTube やけんな。なんかそんなにめちゃめちゃおしゃれとかじゃなくてもいいんじゃないかなと思うけど、なんか耳心地がいいというか、そうなんかいうそっちの方が重視されるのかね。じゃないかな。この辺の音とかはちょっと重すぎるかもしれんね。ああ、そうね、そうね。じゃあちょっと軽めのシンセを使いますか。いい感じにするか、かわいい感じにするかとか、いろいろあるけど。ああ、そうか。ゲーム配信っていう側面から見るとさ、かっこよさなんていらないよね。んな気がするよね。うん。ファミコンみたい。ね。いいかもね。あ、いい。
なんかいいね。はい。いいかも。これでベースとか。みたいな。こんな感じでちょっと音を変えつつ、この音、なんかどっかで聞いたことあると思ったらさ、あれだね、スネ夫が自慢話してるときのやつだ。てて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 てそんな音鳴っとるん。やつ。うん、合ってる。ちょっと似てるな。かわいい。ああ、いい。これはベース、ループで伸ばして。これはいつか使いたくなる気がするな。そうだね。めっちゃ大好物の音だな。なんかいいね。面白い音だ。でも好き。なんかスネアっぽい意味合いで入れてもいいかも。こんな感じ？なんか音が。1個目がよくいまいちならんな。うん。
ッチだな。なんかよく分からん曲になってきたな。格ゲーっぽい。しかも古いやつ。面白いかもしれない。こんな感じ。いいかも。ね。なんか想像と違った。いい方向で。昔こういうのよく吹けてたな。ああ、そっか。こういう感じ。いいな。どんな音を足そうかね。明るい雰囲気がいいな。なんかどんなものがあるのかな、この世には。あ、そうね。まずそっからかもね。君はまだわかるかもしれないけど、私とか全然知らないな。思えば。これはあんまり流しちゃいけないやつなのかな、広告とかは。確かにね。ああ、これなんかよく聞くな。聞こえる？聞こえない。これは共有できてないな、さすがに。確かに。ちょっと難しいな。そうだね。なんか、どうしようか。なんかあんまりイメージじゃないやつができちゃったな。自分でもそうなんだ。まあ、音色足してってみれば、いっか。ファミコンっぽい音だけで作るとかもいいな。かわいいね。なんか昔のゲームっかわぽい。いい。かわいい。音が近いからかぶってるな、音色が。
もうちょっと低くしてみるか。回路ソフトみたい。確かに。ああ、確かに、カエルソフトみたい。もう曲の構成が洋っぽい。リズムだな。あれ、いいな。ちょっといいな。これは。楽しいやつだ。愛着湧きそうだな。展開入れたいね。あんま変えた方が良さそうだ。音減らしたくなっちゃうな。こんな感じかな。ちょっと聞いてみようか。
かわいい。え、クラの曲と展開が同じやつがあるぞ。こういう展開好きなよな。音減らすやつやっぱ好きやな。良い感じ。なんかたまに音が途切れるね。なんかさ、いいか合うかどうかわかんないけどさ、オタマトーンの声みたいなのさ、入っても可愛いと思うんだよな。どんな声やったっけ？オタマトーンの声？真似したら弾くと思うな。真似し始めたら。ゲコッコみたいなやつ。結構こうじゃない。なんかもっと、テルミンみたいな。え？テルミンっぽい音出さない、オタマトンって。テルミンってどんなやったっけ？あれだよ。あれ、棒のさ、周りにさ、物近づけて音出すさ。で、なんていうの？アホおもちゃみたいアワワなやみつ。たいなやつか。わわわみたいなやつ。そんな音源あるとかいな。そもそも。まずオタマトーンで。どんなんかがいまいち分からんから。そんな音じゃないよね。全然違う。いまいちイメージがつかないな。そうか、まずオタマトーンのとは何かの話からだろう。公式ホームページとかあるかな。公式の PV みたいなのがある。オタマトーン。これを組み合わせると曲が演奏できます。
ちょっと近い。確かに。あ、そのぐらいの平和さだよな。ヘビ出すやつやんこれ。そうなんね。なんかこれ系笑っちゃうな。つぼってしまう。なんかマッチしないな。ちょっとね、違ったね。こっちの方が。ああ、馴染むね。だったら入れてもいい。なんか平和曲のなんて平和度が上がるね。なんかよかった気がする。よかった。
平和だな、本当に。うん。ちょっとエフェクトかけてみようか。こんな感じですかね。平和だ。今日こんな感じで案1として取ってきましょうかね。これいいな。もっとおしゃれな感じのやつはじゃあぜひ次回はい、案2を作ってみようと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。あれかな、高評価とグッなんだっけ、チャンネル登録お願いしますとかやった方がいいのかな。あ、そっか、チャンネル登録お願いします。お願いします。ゆるいな。だな。